アメリカ軍をはじめ航空自衛隊や西側諸国の空軍の多くに導入され運用されている。ロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2に搭載されているエンジンが F-35 の最新バージョンでは、その能力を発揮することができないとして、新たなエンジンの開発が急がれているね。F-35 にはプラット&ホイット 2P&W 社製の F-135 アフターバーナー付きターボファンエンジン1機が、通常離着陸型 CTOL の A 型、垂直短距離離着陸型 STOVL の B 型、空母艦載機型カトーバーの C 型の3つの派生タイプに搭載されているな。今回はそんな F-35 のエンジン更新が急がれている理由について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、F-135 は高圧圧軸と低圧圧軸の二軸式ターボファンエンジンで、高圧圧縮軸として6段式高圧圧縮機を1段式高圧タービンで駆動させ、低圧軸としては3段式低圧圧縮機を2段式の低圧タービンで駆動させる2軸で構成されており、高圧圧縮機のタービン軸と低圧圧縮機のタービン軸が逆回転するようになっている同軸反転形式のエンジンだね。A 型 CTOL に搭載される基本型とされる F-135PW100 と C 型カトーバーに搭載される円蓋対策が施された F-135PW400 の大きさは、全長 5.59 メートル最大直径 1.17 メートル空気取り入れ口直径 1.09 メートル重量 1701kg で、その推力はドライ時で 128.1kN、アフターバーナー使用時で 191.35kN という高出力を発揮するよ。垂直及び短距離での離着陸が可能な B 型 STOVL に搭載される F-135PW600 は、前方に上昇用のリフトファンが備えられ、垂直離着陸時にはエンジンノズルが真下に変更してジェット噴流を下に放出するという特徴を持っているんだ。アフターバーナーはノズルを下に変更させた際に滑走路を傷める恐れがあるため、垂直離着陸時には使用できず、それと同時にドライ時最大推力も制限されることになるってわけ。また、エンジン本体のサイズも少し異なり、インレット直径は 1.168 メートルとほぼ同じながら、エンジン最大径は 1.27 メートルとなり、後方のリフトファンの直径が 1.30 メートルとなってリフトファンも含めた全長は 9.37 メートルだな。F-135 は整備性の簡便さに主眼が置かれた設計となっていて、そのため同じ第5世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターに搭載されている同社製の F-119 に比べて部品点数が約 40% 削減されているだけでなく、すべての部品が通常的に使用する6種類の工具で脱着交換できるように設計されているため、F-119 と比べると整備のための支援設備が 50% ほど少なくなっているとされるぜ。また、プラットニー&ホイットニーによると、F-135 は20万飛行時間を経たエンジンにおける飛行作動中に停止して再起動できなかった事故の割合が、F-15 イーグルなどの第4世代ジェット戦闘機に搭載されている F-100 ターボファンエンジンなどに比べて、13分の1という低率であるとしており、信頼性はかなり高いらしい。これは F-135 に2機の全自動デジタルエンジンコントロール FADEC が搭載されているためで、電子制御システムに対するバックアップ機能を持っているほか、すべてのアクチュエーターにもバックアップとして2機の電気油圧式サーボバルブ EHSV が備えられているなど、万一の時のためのバックアップ機能が優れているためとされているぜ。このように F-135 は F-35 の初期型においてはその能力を発揮するのに十分な性能を持ったエンジンであったんだけど、米政府説明責任局 GAO が2023年に公開した報告書では国防総省は F-135 においてシステム全体の冷却要件とブリードエアを供給するエンジン設計が一致していないことを知りながら開発を進めたため、エンジンのオーバーホール設定が2000時間ごとから1600時間ごとに早まったとした上で、この影響によってアメリカ軍はオーバーホールの追加費用として380億ドル約6兆230億円が必要となると指摘したよ。国防総省は当初、F-35 の電力冷却システムパワー&サーマルマネージメントシステム PTMS に他対して、
15kW の冷却能力を要求し、P&W は要求された冷却能力を満たすため PTMS に供給するブリードエアを確保したとしていたんだけど、機体を製造するロッキード・マーティンは PTMS が F-35 のサブシステムを冷却するにはブリードエアの抜き取り量を、さらに増やす必要があるとして2013年に PW に対して F-135 の設計変更を要求していたよ。しかし国防総省では、F-135 の設計変更にかかるさらなるコスト負担と導入スケジュール遅延の影響を検討した結果、F-135 の設計変更を行うには手遅れであると判断したんだ。それに加えて、F-35 の最新型であるブロック4ブロック4の登場に際しては、F-135 ではその能力を 100% 発揮することが難しいとの指摘がアメリカ軍における F-35 の管理部門である F-35 ジョイントプログラムオフィス JPO から発せられるようになったわけだ。 F-35 の最新型となるブロック4とは TR-3 テックリフレッシュ3テクニカルリフレッシュ3と呼ばれている最新のコンピューターハードウェアが搭載された機体のことを指し、それ以前の F-35A と比べて多くの機能が追加されて構成されており、これらの機能が全て実装されることによってコンピューターの処理能力が一層強化され、AI が搭載された無人戦闘機との共同作戦が可能になるだけでなく、パッシブセンサーで目標や脅威を探知する能力などもこれまでのブロックと比べて劇的に向上すると言われ、F-35 の機能をより引き出すことができるとされているぜ。ブロック4には高性能レーダー ANAPG85 やアップグレードされた ANASQ239 統合型防御電子戦装置、ANAQ40 エレクトロオプティカルターゲティングシステム EOTS 電子光学照準システム、ANAQ37 エレクトロオプティカルディストリビューティドアパーチャーシステム電子光学分散開口システム EODAS などが搭載された上に、それらを統括するには演算能力が25倍に強化された TR-3 のコアプロセッサやメモリユニットの刷新が必要不可欠であり、その作動には大きな電力が必要とされるほか、かなり高くなる発熱を抑えるために冷却機能が向上された冷却システムに対応するエンジンのアップグレードが求められるみたい。そのためアメリカ空軍は、エンジン内の空気の流れを3つに増やしてその空気流量バイパス比を変更することで、効率的にパワーと冷却機能を得ることができる、3層空気流型エンジン3ストリームエンジンテクノロジーという可変サイクルエンジンの開発を進めることになったんだ。その技術はアダプティブサイクル技術アダプティブサイクルテクノロジーとも呼ばれ、それが採用された次世代のエンジンアダプティブエンジンアダプティブエンジンを開発するための、アダプティブエンジン移行プログラムアペイティブエンジントランジションプログラム AETP の契約を、P&W およびゼネラルエレクトリック社現 GE エビエーションと交わしたよ。AETP ではアダプティブエンジンへの要求として、F-35 に搭載するために F-135 と同じサイズであることのほか、アフターバーナー使用時には43,000ポンド以上の推力を発揮する F-135 の出力をさら 20% 向上させることと、燃費を 25% 以上向上させることを求めているね。AETP において、GE は XA100GE100 エンジンのプロトタイプを完成させ、2021年8月に実施したテストでアメリカ空軍が求める性能をほぼ満たし、戦闘機エンジンとして可変サイクル能力を提供できることが証明されたとして、2025年には実機に搭載してのテストが可能になるとしたな。また、P&W でも AETP に基づいたアダプティブエンジンである XA101 を開発していて、フェーズ2までのテストがすでに実施されたとして、こちらもまた実用化は近いとしているぜ。しかし P&W 社では、アダプティブサイクル技術を F-135 に流用したオプション開発が可能であるとして F-135 の改良型の開発を進め、これによって F-135 の性能推力を 10%、航続距離を 11%、耐熱管理能力 50% 向上するとした強化エンジンパッケージの開発案を JPO に提案していて、その結果 F-135EEP F-135 エンハンスドエンジンパッケージを誕生させていたわけだ。アメリカ空軍とロッキード・マーティン、それに P&W と GE は、
AETP を採用して F35 へのエンジン供給を P&W と GE の2社体制にするか、あるいはエンジンコアを改良した F135EEP を採用してこれまで通り P&W の単独供給とするかで議論していたけど、アメリカ議会は F35 ブロック4に搭載するエンジンとして F135EEP の採用を決定したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。